はい、今回は、こんな感じのスズランテープ、グレー、シルバーかな、スズランテープで編む、エコバッグ、お買い物バッグを編んでいきたいと思います。はい、それでは材料の説明をしていきます。今回はこのスズランテープのグレー、シルバーですね、これを使って編んでいきます。かぎ針は9号 5.5mm。 それでは早速1段目を編んでいきます。まず糸端を少し残して鎖を4目編んでいきます。1 2 3 4、鎖を4目編んだら編み地を裏返し、この真ん中にまっすぐ走っている裏山が4つあるんですが、一番初めの裏山に針を通し糸をかけて、そして引き抜きます。そしたらこういう、輪っかが出来上がっています。で、この糸端は編みくるんでいきます。ちょっと長すぎたので、少しカットして編みくるみます。はい、輪っかができたら鎖を1、2、3目編みます。そしてこの鎖の3番目の目にマーカーで印をつけておきます。はい、そしたら、この輪っかに針を通して長編みを編んでいきます。長編みなので針に糸をかけて、輪に針を通し糸をすくう、また糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう、もう一度同じように針に糸をかけて、輪に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。これで長編みが2目編めました。そしたら鎖を3です。1 2 3、はい、鎖3が編めたらまた長編み3です。次は長編みを3回編みます。この輪の中に長編みを、さっきは2だったんですけども、次は長編みを3目入れていきます。1回2回、3回。はい、はじめ、長編み2だったんですけど、この立ち上がりの鎖も長編み1と数えますので、長編みが3ずつ入っていることになります。そしたらまた鎖を3目です。鎖1 2 3、鎖3目編んだらまた輪に長編みを3目入れていきます。1 2 3、はい、長編み3目入りました。そしたらまた鎖3です。1 2 3、はい、そしたらまた輪の中に長編みを3目です。1 2 3、はい、これで角が 1 2 3、 3つできています。はい、最後の角は鎖を1目で、
そしてこの印をつけておいたところにつなげていくんですが、最後は中長編みでつなぎます。まず針に糸をかけて印を取って、印をつけておいて、印があった目に針を通し糸をすくう。そして針に糸が3本かかった状態で針に糸をかけて全部を引き抜きます。これで最後の角になります。この最後鎖一目で鎖一目編んだら中長編みで初めの印をつけておいたところに引き抜いてつなげる。これは毎段この終わり方になりますので覚えておいてください。はい、それでは2段目に行きます。また鎖3で立ち上げます。1、2、3。そしたら3番目の目に念のために印をつけておきます。はい、鎖3目で鎖3目編んだら、このちょうどその下の大きな角の大きな目のところですね、ここです。ここに長編みを1目入れます。はい、そしたらこの下の段の鎖の3目のところですね、ここの頭に長編みを入れます。下の段の、まあこれ初めは鎖ですけども、長編みのところには頭を開って長編みを編んでいくという形になります。そしたらその左2つ2目も下の段の長編みなので、同じようにその頭に針を通して長編みを編んでいきます。はい、もう1目長編みがあります。はい、そしたら2つ目の角に来ました。角にはこの大きなスペースに長編みを2、鎖が3、そしてまた同じ目に長編みに、これが角の編み方になります。針に糸をかけて角に針を通し糸をすくう。糸をかけて2本すくう。糸をかけて2本すくう。もう1回同じように長編みです。長編みを2目編んだら鎖を3目です。1、2、3。そしてまた同じ角のところに長編みを2目です。1、2。はい、これで角が出来上がりました。角が編めたらまた下の段の長編み3目が出てきますので、この頭の上に同じように長編みを編んでいきます。そしたら次3つ目の角に来ましたので、また同じように長編みに鎖3、長編みにを編んで、次は長編み下の段の長編み3が来るので、その上には長編みという形でここまで、最後の角まで編んでいきます。最後だけまたちょっと編み方が変わりますので一緒にやっていきたいと思います。そこまで同じように、ここまで同じように編んでいきます。はい、最後の角の手前まで編んできました。そしたら最後の角にはまた長編みを2目入れて、そして最後は鎖を1で、そしてこの印をつけておいたところに中長編みでつなげて閉じます。中長編みなので針に糸をかけて目に針を通し糸をすくう。針に糸が3本かかった状態で糸をかけて全部を引き抜きます。
これで2段目が完成です。ここが角ですね。で2段目もここが角になります。角の角の角と角の間に1段目は長編み3目だったんですが、2段目は1、2、3、4、5、6、7、長編みが7目ずつ1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、角と角の間に2段目は7目ずつ長編みが入っているということになります。はい、それでは3段目に行きます。また鎖3目で立ち上げて3番目の目に印をつけておきます。そしてこのすぐ下の下の段の角のところですね、ここに長編みを1目入れて、そして同じように下の段の長編みの上に長編みを編んでいきます。針に糸をかけて下の段の長編みの頭に長編み、角に来ましたので、また角は長編みに鎖3、同じ目に長編み2です。鎖が3、そして同じ目に長編みが2目です。同じように、角には長編みに鎖3、長編みに、そして下の段の長編みの頭の上には同じように長編みを編んで、またこの最後のところまで同じように編んでいきます。はい、3段目最後の角の手前まで編んできました。そしたら最後の角もまた長編みを2目入れて、そして鎖を1目編んだら印のところに中長編みでつなげます。はい、これで3段目が完成いたしました。先ほども言ってたんですけれども、1段目は角と角の間に長編みが3、2段目は角と角の間に長編みが1、2、3、4、5、6、7、3段目は角と角の間に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、4目ずつ長編みが増えて3、7、そして11、そんな感じでどん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 増えて大きくなっています。いきます。今3段目を編みましたので、このまま4、5、6と続けて同じように編んでいって、10段目まで編んでいきます。はい、8段目まで編めました。1、2、3、4、5、6、7、8、8段目まで、底の部分が完成しています。で今8段目終わったところで、この、四角の一辺がここですね、長編み角から角の間に長編みが31目それぞれ31目入っています。そしたら、次9段目以降は側面の部分を編んでいくんですけれども、このまずは一辺
長編み31目あるんですけれども、16番目の目、角から両サイド角から16番目の目にマーカーで4箇所印を打っていきます。はい、4箇所16番目の目に印がついたら、次から9段目以降、側面の部分を編んでいきます。編み方は今までと全く同じ編み方になるんですが、この印のところで減らし目をしていきます。鎖3目で立ち上げます。そしてまた3番目の目にマーカーで印をつけておいて、このすぐ下の角の部分に長編みを編みます。そしたら次の目から同じように下の段に沿って長編み、今までと同じですね、長編みを編んでいきます。この初めの印をつけて、印の2つ手前まで、同じように下に沿って長編みで編んでいきます。はい、印の2つ手前まで編んできました。そしたらこのもう1つ横まで長編みを編んで、この下をつけている両サイド、右左両サイド、この目を飛ばして印から左に2つ目ですね、ここまで一気にジャンプして、ここに長編みを編んでいきます。はい、そしたらこのマーカーを取って今編んだ目の頭に印をつけておきます。また次の段でもここで減らしていく形になります。はい、そしたらまた次の目から同じように長編みで編んでいきます。はい、次の印のところもマーカーの両サイド右左を飛ばして、その次の目に針を通して長編みを編んで、今編んだ目にマーカーをつけます。そしたらまた次の目から、同じように長編みを編んで、角の部分も長編みに鎖が3、長編みにと同じになります。はい、そしたら、9段目1周同じように、マーカーのところ両サイドは減らし目をしながら1周編んでいきます。はい、9段目側面の1段目を編んできました。角の部分には長編みに鎖が3、長編みにを入れて、このマーカーの部分はマーカーの両端っていうか両サイド1目ずつを飛ばして減らし目をして、またそこにマーカーをつけてという形で1周編んできました。それでは側面の2段目10段目に行きます。また同じように鎖3目で立ち上げて、3番目の目にマーカーで印をつけておきます。そしたらこのすぐ下の大きな目のところに長編みを1目入れます。はい、そしてその隣下の段の立ち上がりの鎖のところですね、そこにも針を入れて長編み、また、次のこのマーカーの2つ手前まで同じように下の段の
長編みの頭を拾って長編みで編んでいきます。はい、印をつけてある2つ手前の目まで編んできました。下の段、側面の1段目、9段目ですね、側面の1段目はこのマーカーの両サイド1目を飛ばすだけだったんですけれども、側面の2段目以降は初めの方ですね、マーカーの手前の方は2目飛ばして、そしてマーカーの反対側、こっちですね、左の方は1目飛ばす、右は2目飛ばす、マーカーの左は1目飛ばす、そしてここにそのままジャンプで長編みを入れていきます。そしてこの印、下の段のマーカーを取ってここに印をつけます。次の目からは同じように長編みで編んでいきます。で、角の部分はまた長編みに鎖が3、同じ目に長編みにという編み方になります。はい、それではこれで一周、このマークがついているところは右は2目飛ばす、マークの左は1目飛ばす、で減らし目をして10段目編んでいきます。はい、側面の2段目、下から数えて10段目が編み終わりました。側面の2段目、10段目は、このマーカーの、マーカーのところで減らし目をするときにマーカーの右は2目、マーカーの左は1目飛ばして減らし目をするという形で編んできました。今側面の2段目なんですけれども、側面の3段目、11段目以降はこの、2段目と同じ編み方で編み上げていきます。マーカーの右は2目飛ばす、左は1目飛ばす、あとは同じ編み方になります。それでは、今10段目なんですが、下から数えて合計20段目までひとまず大きさを見ながら編んでいきます。はい、下から数えて20段目まで編んできました。今中長編みで初めの目に閉じたところです。こんな感じで山型になっています。それでは、今から持ち手の部分を編んでいくんですが、その前に、今20段目編んだところなんですけれども、編み地を裏返します。この内側だった方が完成した時にこう外になるようにします。まあ、途中で裏返しもいいんですけれども、今、側面の部分が編み終わったので全部を裏返して、今まで内側だった部分が外に来るようになります。それでは、今から持ち手の部分を編んでいきます。はい、今編み地を裏返したところで、今から、持ち手の部分を編んでいくんですけれども、その前に、まず一周は細編みでこう、下の目を拾って編んでいきます。それでは今、中長編みで引き抜いて終わったところ、20段目が終わっているところですので、鎖編み1目で立ち上げます。編み地を、裏返しているので、こう外から針を入れて左に編み進めていく形になります。はい、鎖一目で立ち上げたら、ちょうど下の大きな目のところに針を入れて細編みを1回入れます。はじめの目に分かりやすいように印をつけておきます。そしたらまた同じ目に細編みです。この下の大きな目に細編みが2回入っていることになります。はい、そしたらまた同じように、中長編みの頭を拾って、はじめはこれはちょっと引き抜いたところですね、細編みを入れて、次からは同じように長編みの頭に針を入れて細編みで編んでいきます。
まずこの V になってるところのここですね、この印のところまで細編みで編んでいきます。はい、そしたら印を取って印のところにも細編みを編んで、また今編んだところには同じように印をつけておきます。そして次の目からまた長編みの頭を拾って細編みを編んでいき、この角の部分までひとまず編んでいきます。はい、角の部分に来ました。角の部分には大きな目、ここですね、ここに細編みを3回入れていきます。1、2、3。そして真ん中の目、細編みの真ん中の目、角の真ん中の目にマーカーで印をつけておきます。そしたらまた次の長編みの頭から細編みを編んでいき、同じように1周編んでいきます。はい、それでは細編みで1周編んできました。印をつけているところが初めのスタートの細編みになります。そしたらこの大きな目に針を入れて細編みを1目編んだ、細編みを1目編んだら印をつけておいたところに針を入れて糸をかけて引き抜いて21段目、細編み1周が終了です。はい、そしたらここ今引き抜いたところに印をつけておきます。はい、そしたら今から、持ち手の部分、鎖編みを編んでいくんですが、お好みの長さになるように、鎖の目数を決めていってもらったらいいんですけれども、一旦50目ぐらい編んでみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、50目編んできました。ちょっと肩にかけられるぐらいにしたいので、あと10目、60目にしてみたいと思います。ここはお好みで大丈夫です。はい、鎖を60目編みました。60目、ここから編んだら次の山のところ、印をつけておいたところに針を通して細編みでつなげていきます。その時にこう、鎖がねじれがないように気をつけながら細編みをしていきます。はい、そしたら印を取って印のところに針を入れて細編みでつなげていきます。はい、そしたら次の目からまた細編みで編んでいくんですが、ひとまず、この V の印のところまで細編みで編んでいきます。はい、 V の一つ手前のところまで編んできました。そしたらこの印がついている手前の目に針を入れて糸を引き抜き、印を取って印のところにも針を入れて糸を引き抜き、その隣の目にも針を入れて糸を引き抜き、針に糸が4本かかった状態で針に糸をかけて全部を引き抜きます。そして今編んだところに印をつけておきます。 V のところはこのように、目を減らしていきます。そしたらまた次の目から、下の目に沿って細編みで編んでいき、今度はここの山のとんがった部分に来ますので、ここからまた反対側の持ち手60目を編んでいきます。はい、次の印、山のところの印のところに来ました。印を取ってそこに針を入れて細編みをしたら、鎖を60目、反対側と同じですね、60目編んでいきます。1、2、3、
4、5、はい、鎖を60目編んだら鎖がねじれないようにして山の印のところですね、ここに針を入れて細編みでつなげていきます。はい、そしたらまた次のこの V のところですね、ここでは目を減らして編んでいきますので、そこまで細編みで編んでいきます。はい、印の一つ手前まで編んできました。そしたら目に針を入れて糸を引き出す、印も取って印のところにも針を入れて糸を引き出す、隣の目にも針を入れて糸を引き出す、針に糸が4本かかった状態で針に糸をかけて全部を引き抜きます。はい、そしたら、次の目からまた最後まで細編みで編んでいきます。はい、一周編んできました。そしたらこの初めの目ですね、印をつけておいた初めの目、この印も取ってここに細編みを入れたらまたそこに印をつけておきます。はい、そしたら23段目に行きます。鎖のところですね、鎖のところは半目を拾って細編みをしていきます。全部で60目あるので60回細編みが入ると思います。目の真ん中に針を入れて半目だけを拾って細編みです。鎖の部分は半目を拾って細編みをしていきます。はい、鎖の半目を拾って細編みで編んできました。そしたらこの根元のところですね、ここにも針を通して細編みをして、また次の目から V のところ、ここではまた、さっきと同じように手前の目から目を減らしていきます。それではそこまで下の段の細編みを拾って目に沿って細編みを編んでいきます。はい、 V のところまで編んできました。そしたら V の手前、印の手前のところですね、目に針を入れて糸を引き出す、印を取って印のところの目にも針を入れて糸を引き出す、その隣の目にも針を入れて糸を引き出す、針に糸が4本かかった状態で針に糸をかけて一気に引き抜きます。はい、そしたらまた次の目から細編みで編んでいって、反対側の持ち手も同じように半目を拾って細編みで編んで、一周編んでいきます。はい、一周細編みで編んできました。ここがスタートのところですね。はい、それでは最後ですね、印を取って印をつけていたところの目に針を入れて、ここからは引き抜き編みをしていきます。糸を引き出してまた引き抜く、でここに印をつけておきます。あとは細編みの目に沿って細編みを拾ってどんどん引き抜きをしていきます。で、V のところですね、減らし目をしたところも、もう減らし目をせずにマーカーを取って最後まで一周引き抜き編みをして終了になります。では、ここの初めの印の手前、ここ
ここで糸を切って閉じていくので、それまで全部下の目を開けて引き抜きで一周編んでいきます。はい、引き抜きで一周編んできました。今印の一つ手前のところまで編んでいます。印の右一つ目を飛ばして、これでも閉じていきます。そしたら目から針を外して、閉じる分の糸を残して、もう糸を切ってしまいます。そして目から糸を引き出して、とじ針で閉じていきます。とじ針に糸を通して、この印をつけておいた初めの目、この印を取って、ここの外側から針を通します。はい、そしてちょっと糸を引き締めて、この最後の目の真ん中、目の真ん中ですね、上から針を通し、渡っている糸の下にくぐらせます。はい、これで目がつながりました。はい、あとは糸を内側の見えないところに閉じて終了になります。はい、こんな感じで、シルバーのスズランテープで編んだ、お買い物バッグが出来上がりました。マチもありますし、高さもあって、肩からかけれるようになっていて、とっても、使い勝手がいいと思います。よかったらぜひ編んでみてください。